おはようございます。前回ポータルを抑えて、今回は妖怪アンポンターを退治する準備をして最終決戦に向かうところからやな。どうでもええけど、ピクヌシはうまいもたれらしいで、唐揚げ食べるからや。カタコンベレベルには必ず押さえておきたいな。アンポンタンで倒されると再び徒歩とか絶対嫌なやつやわ。ここからカタコンベの入り口を探すで。カタコンベレベル1や。カタコンベレベル2にポータルがあって、レベル3を通過、レベル4が妖怪アンポンタンのリンクとの底や。レベル2の入り口や。レベル2に行く前にアイテムとかも整理しとこ。 Hello.回復ポーションとか宝石はアクト2で合成できるようになるから、宝箱に入れておくといいで、捨ててもええけどな。私は貧乏そうなんだ。すでにマックに片方でレベル3の入り口見えてくる。入り口見つけてもポータルの最優先やから、いつでも探索するわ。you
系ポータルはどこなんや。入り口はもうとっくに見つかってる言うのに。これでノルマ達成やな。あとはアンポンタンのトイレでアンポンタンをボコすで。キャプチャー時間長かったからここで一旦セーブしたわ。いよいよカタコンベレベル3やな。気合い入れていこか。その前に保険ポータル怖いし。妖怪アンポンタンの瓶壺の奥まで来た。やつを残してがっぽり宝石をいただくまでや。保険ポータルも完備しとかんと死んだらなんかつらい。そういえばなんでアンポンタン倒しに来たんやっけ。何か悪いことしてた気するけど忘れたわ。の向こうに妖怪あんね。タンポンや気合い入れていこか。ちなみに毒に気をつけなあかんねん。ま、毒耐性なんて持ってへんから。
is over. なんかしけたドロップやな。まあ、ベルトはそこそこ良さそうな気がするけど。今回はここまでや。次回、雪神の砂漠エリアに侵入。時間ストップ能力で電車の中が風俗に早変わり、快楽特急アハウ変身を項目点。ほなな。